はい、こんにちは。ピッカーです。今日ね、ポルシェの、ルマンを走っていた、919っていうね、ハイブリッドカーですね。この車2017年まで走ったのかな？を最後にね、もう今季は出ないっていう風にね、言われていますけど、残念ですね。はい、トヨタのね、TS050 とね、死闘を繰り広げたポルシェですね。はい、この車ね、TS050 のタイムをね、抜けるかどうかっていうのをね、やってみたいと思います。はい、ポルシェのね、919ハイブリッド500馬力ですかね。で、1000馬力で1000馬力っていうね、持ってまいりました。どうですかね、すごいね。ハイブリッドなのにバッテリーないねどこにあるんだろう。うわ、すごいわ。いいね。ポルシェかっこいいな。全然違うな。全然違う。うん。トヨタとなんかコンセプトがちょっと違うな。うん。この辺のメーターも。アイドリング高くね、この車。はい、じゃあやっていきたいと思います。やばいな、これめっちゃ楽しいわ。うん、全開やん。めっちゃ速かったよ、けど。ここまで。やばい速いな、これ。なんだこれ。全開かよ。ちょっと戻してるから。速いな、この車。旋回しながらバリバリ加速できるし、これは速いよ、ほんと。笑っちゃうな、これ。これ加速していけるんだ。これ速いな。ガンガン登ってくし、どんなタイム出ちゃうのこれ。うん、やっぱちょっとさすがにダウンホースかかってるだけあって、限界付近は若干シビアな動きするけど、まあ、どのぐらいのところで走るかだよな、耐久レース。おお、なんだこの動き。なんだこの動き。いや、ちょっとやばいね、今の動き。
TS050 のが乗りやすいかな。全開できるのやばいね。やばいやばい。やっちゃったな。どうしよう。すんげえ乗りやすいんだけど。どのぐらい出んのこれ。300。まあ最高速はね、トヨタより出んのかな。52秒、1秒早いか。でも失敗してるからな、どんな感じなんだろう。はい、いかがだったでしょうか。ね、1秒ぐらいで早いタイムが出ましたね、トヨタより。すごいっすねやっぱりね。いやまだね、もう一回ねトヨタでやりますよ。 TS050タイムアタックしますね、この後で。どうなるかっていうのをねやってみたいと思いますが、まあトヨタがね、今期というか去年2017年のルマンでね、まあちょっといろんな、まあね、残念な結果にはなったんですけど、ぜひねこのポルシェを倒しての優勝っていうのをねちょっとトヨタ見たかったですよね。やっぱりルマン王者のポルシェっていうのはねさすがですね。 3年連続優勝したのかな、結果的にね。なのにこの、まあ、2017年でね活動を終えてこの、まあ、グループ1っていうの、なんていうのこれ、 WEC っていうのかな、まあ、世界耐久レースっていうのからはまあ一応撤退するということになっちゃってますけどね。まあ、またね、そんで、フォーミュラ E っていうね、あの、電気のやつ、クソつま、やっぱエンジンだろ。もう燃やしてなんぼだろ、もう車は。なんだその電気ってよって。まあ、思うけどね、やっぱ F40 だろ、みたいな。気持ちもあるんだけどさ、いや、レースぐらいいいじゃん。いや、普段はさ、ね、普段はまあね100歩譲って電気でもさ頑張りますよ、電気で電気の車でさ移動もするけどさねやっぱレースぐらいなんかいい音聞かせてよって思っちゃわないですか皆さんね。本当にいや本当残念ですよねこの車ね。いや残念ってやっぱあれだな本当に。なんとかねトヨタがねこの車を倒して優勝っていうさ、
いやー、ほんと残念だったね。まあだけど、2018年ね、ルマン、ぜひともね、ぜひとも、まあせめてタイムを破って、徹底的に総合優勝してもらいたいね。うん、ぜひともトヨタには頑張っていただきたいと思います。はい、こういうことやってきますんでね、よかったらね、チャンネル登録お願いします。